た丸駅は、三重県渡来郡玉城町沙にある、東海旅客鉄道三宮線の駅である。快速、三重は原則として、通過となるが、三宮線内各駅停車となる夜間の伊勢市終着の、ものに加え、名古屋駅の、三重2号と4号が停車する。相対式ホーム2面2線を有する交換可能な、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。 二番線を本線とした一線する構造であり、当駅を通過する、快速列車は上下線とも二番線を通過していく。一時期は、停車列車についても二番線に上下列車とも、停車していたが、現在は、通過列車と交換を行う場合を除いて、方向別にホームを使い分けている。二番線ホーム南側にもロータリーがあるが、出入り口がなく、ホームに出入りすることはできない。 伊勢市駅管理の無人駅。かつては、東海交通事業の職員が業務を担当する、業務委託駅で、JR 全線切符売り場も設置されていたが、2012年10月1日に、無人化された。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。北畑岳市が気づいたたまる乗跡や、朝日新聞の創設者、村山竜平の遺品を展示した。 村山隆平記念館がある。当駅に一部が停車する快速、三重の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。